フィンランド、タンペレのカウパカットの歩道。歩道とは、歩行者が通行するための道路。道路交通等では、車道等に併設され、歩行者の通行のために、構造的に区画された道路の部分を言う。一般的に道路の端に設置され、車道より一段高くなっている。広い意味では、人が歩く、道路全般を指し、遊歩道や緑道、自然歩道なども含まれる。 ガードレール右側が歩道欧米歩道は古代ローマの時代にすでに存在し馬車と歩行者の分離交通を図るために出現した。馬車の利用が盛んだったヨーロッパには歩車分離の道は古くから存在する。また古代ローマポンペイの遺跡に段差式歩道の整備例が見られる。このポンペイの段差式歩道の設置の目的はベスビオ火山から流れ込む。 雨水の濁流に通行人が飲み込まれないようにするためであったという。歩道の整備が盛んになるのは17世紀以降である。1666年、ロンドンに初めて歩道が設置され、1762年には、ウェストミンスター補装法で管内のすべての道路に歩道を設置することや、歩道の横断勾配などの仕様が定められている。この時代において、歩道設置の先進国は、 イギリスであった。1782年には、パリにも道の端の部分を一段高くした歩道が、出現した。しかし、パリの歩道の設置理由は別のものであった。1184年に、フィリップ・オーギュストが、浄化の者が、糞尿の混じった汚水を道路に捨てることから、その匂いに平行 CG のリゴールの意見を入れて、石畳の道路を建設した。しかし、石造りの道路が、 その解決にならずむしろ周期をひどくしたことから、12世紀の終わりに道路の汚水をセーヌ川に流す下水口を構築した。しかし、下水口にも汚水が溜まり夏の日などは周期がさらに増ました。その2世紀後に地下下水道が構築され始め、1832年には4 4トルに延長されたが、家庭のトイレや台所にはつながっておらず、 相変わらず人々はお仏を道路に捨てていた。このため、お仏から歩行者を守るために、ロンドンと同様に段差にして一段高い道が、歩道として、初めて道路脇に設置された。日本日本の歩道日本では、幕末まで、車輪のついた乗り物が、例外的な存在であり、道が、基本的に歩行者のものであったことから、歩道という用語自体が、近代までなかったものと見られている。 また、日本の道路において歩行者のみが通行できる歩道の文化や概念がなかった。日本の道路に歩道が出現したのは馬車が導入された幕末から明治初期にかけてのことで開港状に作られた外国人居留地で最初に歩道が誕生したとの説がある。横浜市ある日本最初の洋式公園で日本のテニス発祥の地としても知られる山手公園は、 その周辺遊歩道も日本で最初に作られた遊歩道と言われる。この遊歩道が作られた経緯は1862年8月21日に発生した生麦事件で横浜に居留していたイギリス人のリチャードソンら4人がピクニックで玉川へ向かった際に薩摩藩、島津久光の行列の前を乗馬のまま横切り、薩摩藩士一行に切りつけられて殺された事件が きっかけである。各国の領事たちは、江戸幕府に対し、安心して、ピクニックや馬の遠乗りを楽むための遊歩道と、公園の設置を何度も求めた結果、幕府は遊歩道と公園の設置を許可し、公園に先立ち石畳の遊歩道が完成した。また、銀座レンガ街などは、早期の代表例と言える。この他に、 鎖国時代に唯一外国と交流があった長崎は日本の歩道発祥の地だという説もある。歩道としての人道が整備されたという古い記録では1805年に東海道の京都にある日岡峠をつかんで人が歩く道と車道を区別した道路が建設されたという記録がある。また1872年に東京の道路において馬車道と人道を区別して その境界に樹木を植えるようにお触れが出されていた。歩道の必要性が認識され始め、本格的に整備されるようになったのは、1903年に自動車が初めて日本に輸入されて以降のことである。1919年の街路構造例には一定の条件下での歩車道分離が盛り込まれた。九百六十年代からの急激なモータリゼーションにより、交通事故が多発した。 交通事故死者中、歩行者の割合が高く、歩車道の分離が不十分であるとの認識から、交通安全施設として、歩道の設置が進められた。1972年に 5,590km だった、歩道の設置延長は、1975年春には3万 9,000km と7倍、近くの伸びを見せた。定義道路構造例には、歩道の他に、自転車歩行者道という、 自転車及び歩行者の通行のための道路の部分が別に定義されている。これに対し、道路交通法には自転車歩行者道や、それに当たる用語はなく、道路構造例の自転車歩行者道として作られたものも、道路交通法の上では、歩道として扱われる。一般的に自転車歩行者道は、道路交通法第63条の4第1項の道路標識により、いわゆる 自転車通行課の歩道とされる。構造道路構造令、第11条第3項に、歩道の幅員は2メートル以上、歩行者の多い道路では3.5メートル以上と、定められている。なお自転車歩行者道は3メートル以上、歩行者の多い道路では4メートル以上である。沿道の敷地の乗り入れのために車道と段差のある、歩道の車道側を、車道の高さに下げることを、 歩道の切り下げといい、道路法24条の規定により道路管理者の承認を得て自費工事することができる。車道と歩道を分ける縁石の高さは1 5トルを基本とする。かつては歩道面の高さを縁石と同じ高さにするマウントアップ構造と言われる構造が基本であったが、この構造では歩道の切り下げによって起伏ができる、いわゆる波打ち歩道と言われる状態になり、 車椅子の通行などに支障が出ていた。そこで、交通バリアフリー法の制定を受け、歩道の一般的基準等についての通達が改正され、歩道面と車道面の差を5センチメートルにするセミフラット構造を基本とし、視覚障害者が歩道を認識できるようにしつつ、遠赤の切り下げは行うが歩道面の切り下げを要しないようにした。歩道と類似したものと残道は一般に、 自然環境地において、登山やトレッキングを目的とする人が利用するために整備された道を言う。単勝歩道は、山地、高原、河川、湖章、湿地、海岸、滝等の継承地や自然資源を単焦するために整備された道を言う。ありがとうございます。